セピュロス騎士団に傑物は数多といるが、その中でもかつて暴風山地を更地にし注目される小さな騎士がいる。その火花騎士と呼ばれる少女クレイについて噂をいくつも耳にした。面白いのはこれら噂にはある一言が付け加えられている点だ。モンドの魚はクレイを見るだけで逃げる。クレイを遊びに連れてって、冒険しようよ。名高き火花騎士クレイは持続的に炎元素で攻撃ができる。一見無邪気な少女に見えるが、その身に隠された爆弾は脅威だ。油断すれば四方全てが炎に飲み込まれるかもしれない。クレイは冒険好きだ。もちろん探索や採集も堪能である。モンド地区の特産物だけでなく、珍しい宝の位置まで熟知している。チームにいればミニマップ上でモンドの特産を確認できる。クレイの爆発に対する熱意は計り知れない。通常攻撃は爆弾による三段攻撃で炎範囲ダメージを与える。攻撃ボタンを長押しするとスタミナを消費することで短い栄翔をした後、敵に炎範囲ダメージを与える。高い場所にいるときはより遠くの敵を攻撃できる。その他クレイの攻撃は岩元素に対し有効だ。岩元素の装甲を持つ敵や鉱物の採集に適している。天賦無限花火を解放した後、銃撃で会心が発生するとチームの元素エネルギーが回復する。元素スキルを押すとクレイはボンボン爆弾を投げる。この爆弾は3回跳ね、1回ごとに爆発を起こし炎範囲ダメージを与える。3回跳ねた後は分裂しトラップになる。トラップは敵に触れるまたは時間で爆発し炎範囲ダメージを与える。この爆弾は最大2つまでチャージ可能だ。ボンボン爆弾は集団戦において心強い。爆発後相性のいいキャラに切り替えることで効率よくダメージを与えられる。テンプコンコンプレゼント解放後、ボンボン爆弾や通常攻撃が命中するたび確率で爆裂花火を一つ獲得する。爆裂花火が持続する間銃撃を放つと爆裂花火を消費する代わりにスタミナ消費がなくなりダメージが上昇する。クレイの持てる火力を全て解き放つ。スキル継続中、毒管花火を召喚し続け、敵に炎範囲ダメージを与える。毒管花火は高い威力と攻撃頻度を併せ持つ。戦場を駆け抜けつつ、持続的に攻撃を仕掛けることが可能だ。これで彼女も一人前の騎士と言えるだろう。では、実戦で火花騎士の破壊力を見てみよう。戦闘中、元素スキルと通常攻撃でコンコンプレゼントを発動させた後、銃撃で敵を制圧する。元素エネルギーが満ちたら元素爆発を発動しクレイの攻撃を一層強化する。さあ、試算する火花が敵を燃やし尽くすまで攻撃を放つといい。モンドの者は自身の故郷を風とタンポポの自由の都と誇らしげに呼ぶらしい。その自由さに惹かれたか、大冒険者アリスは娘であるクレイをセピュロス騎士団に託した。そのおかげでクレイは爛漫たる幼年時代を過ごしている。だが雛鳥はいずれ巣を離れる。小さな火花騎士がこの先も笑顔でいられるよう切に願おう。